ヌンチャクは沖縄の琉球古武術などで用いられる武器の一つ。ブルース・リーのカンフー映画によって世界的に広く知られるようになった。様々なヌンチャク形状は2本の同じ長さの棒を紐や鎖で連結したもので、本来定数はないが、一般的には棒の長さ25から45センチメートル程度、太さは24ミリメートルから36ミリメートル程度を、 連結する紐や鎖の長さ100から1 8 0ト、mm、ル前後で全長70から1 0 0トル程度のものが多い。フリースタイルの振り方はロープを手首にかけて、コンを回転させる技が多いので、ロープの長さが1 3トルから1 5トルのロングロープヌンチャクを、根が頭を握って振る。これに対して、ショートロープヌンチャクは、根が長めで振り方は根底を握って、 X 字振りなど豪快な大振りを行う、ブドウヌーン着に用いられている。ロープが短いので根が乱れず安全性がある。振り回して相手を大出したり、短棒として片手あるいは両手持ちで、受け、打ちや、突きに用いられ、連結部分で相手の腕や棒を絡め取って、関節を極めたり投げたり、締める技もある。沖縄でも本部の天守のように流派によっては、 ヌーチクなどとも呼ばれ、フィリピンでは、タバクとよく、中国語では、ヌンチャク、両節根、創節根とも表記される。ヌンチャクは、沖縄古武術の武器として知られるが、起源には、諸説がある。沖縄では、バグ、ムーゲーからの発生説が、一般にはよく知られているが、他にも、麦や稲の脱穀用具、車棒からの発生説などもある。 ヌーチクと発音する流派もあるが、60以上に分かれるという復権後の方言起源なのか、沖縄での名なのかは不明である。フィリピン武術のカリエスクリマでも使われている。フィリピン武術の歴史は古く1300年代後半には、すでに存在していたという記録も残っている。15世紀にフィリピンは、スペインの侵略で植民地となり、勤務政策が取られたため、 民衆は狩りを儀式の踊りに組み込んで伝承させたという説もある。しかし、現在の狩り、エスクリマ、アーニスなどと呼ばれるフィリピン武術は南部のミンダナオ島やスールー諸島のイスラム系民族に対抗させるため、スペイン武術のエスパダイダガなどを教えたのが基礎になったことが分かっている。もちろん、それ以前にも土着の武術はあったし、貿易で訪れたり住み着いた。 民や日本の武術も流入していたはずである。狩りでは、ヌンチャクのことを、タバクとよくと言い,い、他の狩りの棒術と同じくぐるぐる振り回しながら操る。中国のコズエココンは、フレールと同様に長い棒の先に短い棒を繋いだ、形状で、そこから派生したという説もあるが、確証はない。コズエココンと同じ構造の脱穀用のオーグの体を、 武器にした例は、江戸後期の日本にもあったが、そもそも東南アジアや鹿児島などには、大きさは異なるものの、紐の短いヌンチャクと同じ形をした穀物の脱穀具も存在した。ムーゲーを装着した、琉球馬沖縄古武術に伝わるムーゲー起源説では、琉球王国時代、古天、殿のうちといった貴族、またある程度以上の上級士族は、上馬用に馬を飼育しており、 日常的に馬術の稽古も怠らなかった。こうした上流階級の騎士族は、不意の襲撃などに備えて、隠し武器を携帯したり、また、かんざしなど、身近にある道具を隠し武器として利用するように、心がけていた。ムーゲートは、木製の靴輪の一種で、普段は馬の顔に装着されているが、不意の襲撃にあった時などには、これを外して、 武器として活用できるように工夫していたという説がある。これが、ヌンチャクの起源であるという。例えば、本部御殿の本部長優なども、こうした無形ヌンチャクの作り方を心得ていたという説もある。沖縄の昔のヌンチャクは、長さ7寸5分から長くて10寸までで、一般に小型であった。それゆえ、着物のたもとに忍ばせたり、腰帯の間に隠したりして、 隠し武器として携帯することが容易であった。また、木製のヌンチャク以外にも、手拭いを湿らせて、即席の武器として利用したり、あるいはタオルの端に小石を包んで縫い付けておけば、立派なヌンチャクの代用品の役割を果たすことができた。それゆえ、ヌンチャクは、庶民の御神武器ではなく、馬を飼育し、日常的に乗馬の習慣のあった。 騎士族の隠し武器として考案されたものであったという説を唱える人もいるが根拠はない。1945年荒川武選が国際号柔流空手道連盟三代目会長泉川管義先生から沖縄には標識のような武器があるということを聞きいろいろ工夫してヌンチャクを自作し杉並区の林武館で総監流総監コンを普及したのが沖縄以外では 最初のヌンチャクの流派だったと思われる。そのヌンチャクは長さ45センチメートルで、根幹が3センチメートルと短く安定した振り方ができるが、現在は見かけることは少ない。また、現存する1970年以前の中国のヌンチャクは沖縄やフィリピンのものと比べてかなり大型であり、それらが一般的であったとすれば、東南アジア貿易の戦場や琉球で、 携帯武器として小型化した可能性はある。ヌンチャクの紐部の写真棒部には、かつては菓子やシー、スヌケなどの仇が用いられた。今日では、高級品は、椅子の木や黒炭、タガヤサン、ビワなど。普通は、白菓子や赤菓子。普及品は、荒菓子やシー、その他の木製。フィリピン武術では、当生も多い。また、玩具向けや練習用に、プラスチックや、 ラバーなどの素材も用いられている。他にも、武術ではないジャグリングのフリースタイルヌンチャクなどでは、グラファイトや LED 内蔵のアクリル製なども素材として使用されている。塩ビパイプ、その他のプラスチックや金属パイプの中に短い木材を差し込み、そこに穴を開けて紐を通すと容易にコンを連結できる。紐には、かつてはアダンのキネ、シュロ、ウマノを 人間の頭髪などが用いられたという説もある。今日では、綿やナイロンなどのロープ、鎖などもポピュラーである。鎖と棒の接合部分にボールベアリングをはめ込んだタイプもある。強靭さや操作性からは、アラミド繊維などを芯にした、登山用の細いロープが最適で、チェーン式は動きが遅い。従来のヌンチャクは細い紐、またはロープを2から4本束ねて連結している。 パイプの根に木材を差し込み、そこに穴を開けてロープ一本で連結することもできるが、接着をよほど工夫しないと強度に不安が残る。ヌンチャクの技法は世界的な普及もあって、現在では世界各国で様々な技法が生み出されている。一下に紹介するのは基本的に沖縄の伝統的な技法である。ヌンチャクの技法の基本は棒の規定部を握り、 振り回すことで、遠心力を発生させ、これを打撃に利用するものである。打撃以外にも、防具による防御などの技法もある。九百七十年代半ばに、香港で出版された、リシャオロン粘着の技法書には、総主継典、流星貫月、左右愛原、賢品脱手、鳥賢地艦、毒蛇発信、小星山腰令、石化外いただき、仙山構想、 初心世間、竹しぶり八方、二丁のヌンチャクを使う総流、泉、大宝天使、恐竜乱舞などの技など、イラストがあったが、どれも対局拳などの技なや党延命、収益などの古語から取ったような名前で、いつからあったものか不明である。沖縄では一般に、ヌンチャク一丁による操作を基本とするが、二丁一体を基本とする流派もある。また、振り方にも、 各流派によって特徴がある。他に、ヌンチャクの材質、重量、長さによっても要求される技法は違ってくる。今でも馬の尾、紐部に使用する流派では、王の弾力を利用して、弾くように振ったりもする。無垢の歌詞の祈祷で作られた、普通のヌンチャクでは、振り回しても映画の中のような音は出ないが、相関流のヌンチャクには先端に開けた小穴に、 金属パイプを装着して、笛のような風切り音を出す工夫もあった。これと、風の谷のナウシカに登場する小笛をヒントに1983年和光大学の関根秀樹が考案したサウンドオブジェ、ピヨピヨヌンチャクは、プラスチックパイプ製のヌンチャクに4から6つの男が開いており、振り回すと笛のような和音がいくつも出る。沖縄での従来のヌンチャクは、 C やカシなどの木で作られ、長さ約30から36センチメートル前後、今回の紐の長さは拳1個分から15センチメートル程度のものが多かった。相関流のヌンチャクは棒が長く、紐が短く、フィリピンのものやブルースリーの影響で作られたものは紐が長い。現在はラバーヌンチャクなど柔らかい素材で作られたものもある。ジャグリングの一種である、 フリースタイルヌンチャクでは、武術的な防御や打撃の技法は失われ、過剰な回転数と連結する紐やチェーンを手首に巻いて回転させる、リストスピン等の派手な技法が汎用されている。フリースタイルは外国で発生したニュースポーツである。これには、親指側から回すフロントハンドと小指側から回すバックハンドの回し方がある。 リストスピンは逆手握りで行うことが多いが、順手握りで行うこともできる。順手の手法は難しく、ノーマルターンのリストスピンとフィンガースピンが可能である。リバースターンは親指にロープをかけて回す、指回しになる。これらのフリースタイルはコンを短く握って回転させる、単ン,ンで荒川竹子線の相関流派の振り方は、コンの端を握る、長コンでゴルフや、 野球のスイングのように豪快な一回ぶりである。武術としてのヌンチャクは、元来が隠し武器という性格上、かつては人前で演武したりして武器の存在そのものを広くアピールするということはなかった。例えば、翔太洋の作法の際に開催された演武会の目録には、棒やかんざしの演武の記録はあるが、ヌンチャクが演武された記録はない。 ヌンチャクが一般に紹介されるようになったのは、主に戦後である。それゆえ、棒やかんざしなどと違って、昔から広く知られた伝統的なヌンチャクの方という、ものは存在しなかった。しかし、近年では稽古用に、また、演舞会用に演出を強く意識した方などが、各流派、団体によって作られている。武術という枠を出て、美しく表演する、スポーツ。 健康に良い運動といった観点での活動も見られ、型にとらわれないフリースタイルというジャンルが個人スポーツとして欧米を中心に広まっている。フリースタイルは従来のクラシックスタイルの振り方には見られなかった振り方が加えられている。古流からで近代武道、中国武術、エクストリームマーシャルアーツ、ジャグリングなどの幅広い技術展開がなされている。 1990年代に、樋口博則が作った、流音ンは、空洞の発音機がコンについていて振ると、ヒューヒューとなるが、構造はピヨピヨ、ヌンチャクと変わらない。流音痕136式は、X 字型に上下に、片手で4種の振り方を行い、L 字型などのアクセサリーを先行させて振るなどを、時間標識にして136の振り方が容易に理解できるようにした。 武道健康法である。これは振り方が理解しやすく普及可能と思われるが、タンコンのフリースタイルは難しくて、主に、マンを志す若者に人気がある。フリースタイルはコンを回転中にはコンを手放して、非コンに持ち帰る技で、順手から逆手、逆手から順手への持ち替え、ノーマルターンの順手から順手への持ち替えは、ピンチロール、リストロール、フィンガーロール、 リバースターンではサムロールの6種がある。すべて紺をショートクリップで行う。中国武術ではヌンチャクより長大な三節紺の方が有名で表演にもよく使われる。ブルースリー以前の中国武術ではあまりポピュラーでなかったヌンチャクは紺の長さも連結部の鎖の缶も大きく重いものが多かった。沖縄武術の武具には滅多に見ないが、 各部位の長さが短い四節根も存在している。ありがとうございます。